桜坂46。バカーン、スナレス、澤部佑です。続いて最後でございます。最後。ラストは渡辺理沙さんです。どうぞ。はじめまして、茨城県出身17歳の高校2年生渡辺理沙です。好きなことは買い物に行くことと一日中寝てることです。これから一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。特技、うん、私の特技は右手が絶対に勝つ一人じゃんけんです。あ、はい、これで私の特技の紹介を終わりにします。頭の体操みたいな、ねね、やつだね、はい、私の宝物は仲良しの友達からもらったコルクボード と部活の後輩からもらった寄せ書きです。ね、たまに文章を読み返してみたりして大切に飾っています。はい、渡辺理沙さん17歳。これダブル渡辺、はい、両方とも茨城ですね。あ、そうか。そう、身長164センチと163センチ。ああ、でこれすごいんですって、スタッフさんがもうびっくりしちゃったみたいなんですけど、うん、そのさっきの渡辺理沙さんとアンケートがもうことごとく似てるんですって。え、自分の嫌いなとこ優柔不断、うん、趣味、まあショッピング、好きな食べ物焼肉お肉、うん、嫌いなもの虫、好きな四文字熟語以心伝心、自分の前世は何だと思う、怠け者。いや、なんかほら虫が嫌いは王道だからね、まだ、まあ、まあ、焼肉肉が好きはまあまあと思ったけど、はいはいはい、以心伝心とか、はい、好きな四字熟語一緒にならないよね。以心伝心しちゃってるんですよ、ね、そうだね、はい、この二人が、二人が人から変わってるねと言われるとこ、電車の路線図、日本地図を見ることということですから。趣味一緒です。僕もずっと地図ばっか見てます。え、一緒じゃないですか。じゃあ渡辺理沙さん一緒じゃないですか。何が変わってるんですか。普通のことですよ。手足長い、手長いな。本当だ。なんかバレーとかやってたのかな。やってないね。バレーボールの方やってたか。バレー、あ、バレーボールか。うん、そうか。そうだね。背高いもんね。はい、茨城県出身の渡辺理沙、特技や趣味など一癖ありそうな予感が。ラストは茨城県出身渡辺理沙、趣味は電車の路線図を見ること。え、茨城の子みんなこんな感じ。ちょっともじもじ、ね、目をキョロキョロさせない、すげえ床を見るっていう。はじめまして、茨城県出身17歳の高校2年生渡辺理沙です。特技は右手が勝つ一人じゃんけんです。よろしくお願いします。出たな、出た。いける今も。多分大丈夫です。ちょっと見せてもらっていいですか。右手が勝つ、うん、あ、そうだね、あ、右手勝ってるわ。すごい右手勝つじゃん。ね、左で勝つことはないの。もうないですね。言い切られた。左手は弱いね。努力をしようとは思わない。そこでスパッと、スパッと。でアンケートであれだね、人から変わってるねと言われたことで、はい、電車の路線図、日本地図を見ること。はい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 、はい、でこれ即タモリクラブ行けるな。そうですね、うん、タモリさんの話合わせられるんですね。これ地図とか好き。地図好きです。女の人で珍しいよね。男の人は意外にいるけど。あ、これは見てどうするの。どっか行った気になるの。ここにこんなとこがあるとか。そうです。ああ、分かる。へえ。でもダブル渡辺は2人ともなんか静かなおっとりした感じなんだね。そうですね。なんか運動とかはやってなかったの。中学はバレーボール部でした。あ、バレーボールとかやってたんだ。やっぱりバレーボールやるときはでも声出すでしょ。出します。どんぐらいバレーボールの、バレーボールだと思って今声出してからバレーボールぐらい仲間に声かけるときとか。あんまり声かけてなかったよね。そうだよね。そうだからまあね、今半年後ぐらいみんなデビューするだろうからね、これからボーカルレッスンやらダンスレッスンやらするわけでしょ、はい、その間に一回ね、このメンバーの中にすごいお兄ちゃんがいるから、そのお兄ちゃんのところで発声覚えた方がいい。あー、今泉さんのところのね、今泉さんのところのお兄さん、次男、お兄さん、あーっていう人がいるんだって。やる気感じられるわ。こうだからさっきからおはようございます。
今泉渡辺、これくださいね。そうか、一緒に。ああ、最高列行きましたよ。だやっぱ前の3人とは仲悪いんでしょうね。そういうことなんですかね。ちょっとやっぱり合宿2日目、まずは写真撮影のためのメイクの様子をチェック。そんな経験もないか。ないよね。よろしくお願いします。初めての2日目、最後は全体での写真撮影。仲も深まり、撮影中は自然と笑顔がこぼれる。そうね、はい、一人一人はまだね。そうです。高2、高2が多いのか。高2か。はい、ということで早速 VTR ご覧ください。どうぞ。8秒台だったらいいです。でもおっとりした感じだけどね。そうですね。おお、いいんじゃない。あれ、足回転してますよ。あ、早い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 。おお、8秒23。悔しい。ほら、8秒が良かったです。ぴったりが。あ、金が良かったですみたいな言い方して、いい方しましたね。古いな、金が良かったです。20しか行ったことなくて、でも高校入ってから落ちちゃったんですけど、できるだけ遠くに飛ばせたいと思います。よーい。おお、すごいじゃん。結構いいんじゃない。26メートルです。2位ですか。でもなんか1位取りたかったです。悔しい。ずっと悔しがってる。向上心がね。多分飛べると思うので頑張ります。あ、危ねえ、危ねえ、怖い。なんかえ、あら、いや、すごいじゃん。ガッツもあるじゃん。これは意外だわ。なんか急に高くなったんでちょっと自信がなくなってきたんですけど、しゃべりはおっとりしてるのにね。ちょっと飛びたいなって思います。助走あんな感じだもん。嬉しいです。わ、すごいわ。走り高跳び1位は嬉しかったでしょ。じゃあ嬉しかったです。ねえ、もっとよっしゃってなんなかった。よかったって感じで。よかったって感じで。クール。あの子クール。右で勝つじゃんけんいける。今右で勝てる。いける。強いね、右手ね。叶わないよ。やっぱ右には叶わないよね。左手は一回も叶わったもの。 50m 走のタイムをもとにメンバーを2チームに分け対決。走る距離は1人 100m。 順番はメンバー同士が相談。いざリレー対決スタート。おお、リサですな。やっぱりそうか、早い。いや、強い。強いな。メイウェザーですよ。はい、左手が強い人募集中です。ここでですね、2日間にわたって行われた握手会のですね、人気ランキング、あら、上位10人を発表したいと思います。あら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 。まず10位から6位のメンバーはこちらの通り。やった史上一番薄い。あの加藤2人もちょっとやばいよね。ちょっとあのそうですね、クールな2人でしょ。そうですね。動物に乗っている自分自身の絵を描いてください。現実に乗ったりできない動物を描いても OK です。ということですね。出してください、どうぞ。ほう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 、おう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 、リサですよ。渡辺リサ。え、リサを見てくださいよ。あ、なんだ、何じゃありゃ。え、怖い。何乗ってる。
鳥です。鳥です。そのものに周りの線は風。風、速さを表してる。うわーすごいスピードで飛んでるよっていう。あの子は運動はできるけど絵心はない。絵ない人描けないんだよな、その向こうの翼とか。鳥とかですね、空を飛ぶ動物描いた人っていうのは非常にナルシスト度が高いわけですね。この絵でナルシスト度が高いですね。先生、はい、これここから何が分かるんでしょうか。はい、皆さん の釣りポイントが分かるんですね。釣りポイント、はい、まあ、ファンを釣ると言いますか、はい、動物園の人気者のパンダっていうのは、はい、まあ、みんなに見られるアイドルとしての自分自身だと、うん、でどんなパンダを描いたかによって、その人が自分は本当はどんなポイントを強調すればファンを獲得できると思っているのかが分かるんですね。なるほど。つまりメンバー自身が思う自分が推したいセールスポイントが分かるこのテスト。ここから気になる回答を診断。ではまずこちらの顔だけを描いたメンバーたちは、このタイプの方はそのまんまこう顔の可愛さだけでファンを獲得したいと考えている。体を描いてなくて顔だけの人。はい、言った渡辺理沙。うわ、あれ先週鳥乗ってた人だ。鳥乗ってた人が実はヒーローだったんだ。ヒーローだったの、あの人。見てくださって本当にありがとうございました。また見てね。バイバーイ。